助けて。誰か助けてください。シルクホースクラブ所属の競馬ゆっくりのシッシュバスタッドリーちゃんは、現在突発性重症失踪失調症という原因不明の難病により、オープン馬なのにレースに除外されまくって失踪ができない危険な状態にあります。七夕賞、函館記念と連続で除外され、函館競馬場には奥さんこと奥村豊調教師が失踪を確信し、前乗りしているのに除外されてしまいました。奥さん。奥村豊調教師、この判断は大丈夫なんですよね。今回も懲りもせずに重賞。小倉記念登録。賞賛はあるんですよね。除外。大丈夫ですよね。スタッドリーちゃんも奥さんも2ヶ月以上にわたり除外と戦ってきましたが、有効な治療法もなく、重症に登場しまくるしか、スタッドリーに失踪させる手段がありません。関越ステークスや小倉日経オープンがあるだろうに。奥さんは一体どうして、ゆっくり、競馬ゆっくり。あなたは、奥さんこと奥村豊調教師？下手だなぁ、シェイ君。下手くさ。欲望の解放のさせ方が下手。は？ケイユ君が本当に勝ちたいのは、こっち。重賞。これを下のレンジでほっかほかにしてさ、勝利の喜びを味わいたい。だろ、ふ。だけどそれはあまりにも期待できないし、失踪もできないから、こっちのしょぼいリセットでごまかそうって言うんだ、ケイユ君。ダメなんだよ。そういうのが実にダメ。せっかく重賞を狙える馬でスカッとしようって時に。その妥協は痛ましすぎる。そんなんでリセットを勝っても嬉しくないぞ。はあ、そんな。リセット勝ちも嬉しいぞ。嘘じゃない。かえってストレスが溜まる。勝てなかった重賞がちらついてさ。全然スッキリしない。心の毒は残ったままだ。一口相場のローテーションとしては最悪さ、ケイユ君。一口馬主ってやつはさ、小出しはダメなんだ。やるときはきっちりやった方がいい。それでこそ次の出資の励みになるってもんさ。違うかい。なんか奥さんが詐欺師みたいな話し方に。奥さん今回は本当に大丈夫ですよね。もう競馬ゆっくりのペリカ。福島の喜多方ラーメン。函館のスープカレーと海鮮丼で消えてるんですよ。中洲で合流するにはスタッドリーの勝利が必要なんですよ。朗報スタッドリー。小倉記念失踪決定。フルゲート割れ。来た来た、函館に空打ち旅行とかあったけど。ついに来た。経由の中に駆け巡る脳内物質。ベータエンドルフィン。チロシン。エンケファリン。バリン。リジン。ロイシン。イソロイシン。にっこり、この夏の集大成、楽しんでいただけましたかね。でもよ、小倉記念に失踪が決まっただけだよな。おっくよ。は。では、ゆっくり霊夢です。マリサです。今日は負け組一口馬主の愚痴。やっていくけど、ついに来たわね。そうね。小倉記念、スタッドリーが失踪確定。本当に長かったわね。まさか、AJCC6 着から、ダイヤモンドステークス暴走事件以来の重傷失踪になるとは、思わなんだよ。ここまで長期間失踪できないとは、本当にそれだわ。それにダイヤモンドステークスでスタッドリーを逆噴射させたモレイラが札幌のワールドオールスタージョッキーズ。来るらしいわよ。ああ、塩巻いとけ塩よ。股関節故障して引退するワールドツアーしていたのに、なんで騎手続けるつもり満々なんだ。でも、小倉には来ないからね。モレイラ。しかし、本当に長かったわ。厳密に言うと新潟大賞典、七夕賞、函館記念と除外が続いてようやくゲートに入ったからね。感慨深いわ。5月から重賞に登録しては除外を繰り返してきて、その度に一喜一憂したからね。オリアスはじめ、頑張れなでしこジャパン、いつもいつも大月班長。元い奥さんの強気な重賞登録に振り回されてきたけど、本当に良かった。報われた感じがするわね。でもさ、仕上げはどうなのかしら。函館記念は失踪できると勘違いして、奥さんさ、思いっきりスタッドリー。
函館競馬場に前乗りして時計出して除外されてるし。まあねえ。ただオック仕上げに期待するしか出資者にはできないし。ニッコニコでレースまで期待するしかないわね。おお、それにメンバーも七夕賞や函館記念よりはレベルが落ちる印象もあるし、ハンデ戦だし。まあまあ勝機もあるんじゃないかしらね。強気ですね。オックさんがいつものやつが映ったのかな？いやいや。ハンデ戦っていうのもあるけど、スタッドリーは56キロの可もなく不可もない筋量だし、なんといってもスタッドリーの適正距離は2000メートル近辺、小倉記念はベストマッチだし、2年前の小倉で構想はしているし、コースもある程度問題ないし、おお。帯同馬的な奥村豊厩舎の帝王シリウスもいるし、必勝体制ね。函館記念も一緒に帯同して、スタッドリーだけ除外されたけどなぁ。帝王シリウスが気持ちよさそうに函館記念逃げていて、涙が止まりませんでしたよ。は？まあ、いいってことよ。小倉記念のメンバーもスタッドリーより確実に強そうな馬はマリアエレーナやククナ、エヒト、カレン・ルシェルブルやスカーフェイスくらいしかいないし、マジでワンチャンあると思うんだよね。期待して。期待して。それでも裏切られるのが一口馬主だけどね。うかよー。ハンディキャッパーさんは七夕賞2着のククナが54キロはおかしいだろうが、ボバカンさんで56キロはスタッドリーと同じだぞ。なんだこれ。おい、スタッドリーは七夕賞除外されてんだし、準オープンまでしか勝ってねえぞ。なんで重賞2着のククナが54キロなんだよ。55キロに今からしろや。おお。ポジ要素がないから相手を落としに来ている。あとはまあ、金量的に言うことはないけど、ぶっちゃけマリアエレーナが抜けているとは思うんだよね。まあそうなるよね。ただ近頃のマリアエレーナって松山公平と手が合わなくて、金庫賞みたいに前が壁で惨敗というひどい競馬もしているし、手が合わないんじゃないかなって思うんだよね。じゃあスタッドリーの最大のライバルは。ここでひねくれた視聴者は競馬ゆっくりが逆進だからとか言うけど、そんなわけないし、ただの偶然の積み重ねだし、一番のライバルはカレン・ルシェルブルだと思うんだよね。おお、実はこの馬とスタッドリーって一昨年の同時期の小倉で1勝クラス2000メートルで激突していて、2馬身半の差をつけられて2着だった。この1勝クラスを勝っていれば、少し無理してスタッドリーは菊花賞路線に行っただろう。スタッドリーは若葉ステークス3着で皐月賞出走で涙を飲んでいたしね。クラシック出場は悲願だったんだよね。カレン・ルシェルブルはスタッドリーを下した後、セントライト記念で4着。こちらも涙を飲んだわけだけど、儚いと書いて夢だからね。クラシックへの夢破れたスタッドリーとカレン・ルシェルブルが何の因果かまた小倉で再会した。それにその舞台は九州の有馬記念。小倉記念。菊花賞への夢を積んでくれたカレン・ルシェルブルへリベンジだ。お、それにスタッドリーには坂井流星という準オープンを勝たせてくれた騎手が乗るし、これは本当に期待大ですわ。もう言って惨敗したら悲しいけどね。まあねえ。それにオックさんのところの募集馬、モアナの22をシルクで応募したんだけど、落選しちゃったし、オックさん、シルクで因果切れても、ノルマンでお手手をつなぎに行くからねー。待っててねー。オックさん、おう。怖い怖い。でも、競馬ゆっくりとオックさんの成績はめちゃくちゃいいし、皆さんも小倉記念、競馬ゆっくりと勝利の喜びを共に味わいましょう。負けても敗北の悲しみを共に味わうことになるんだよなー。やめろやめろ、負けること最初に考えるやつなんかいるかよー。それにオックさんとシルクとスタッドリーは一口馬主として、競馬ゆっくりに教えてくれたんだよ。重賞に出る喜びってやつをな。横浜を出る喜び。内川誠一、内川コピペ。やめろ、敗北フラグだけは立てるんじゃない？小倉記念を、吉村と村田は静かに息を引き取るのか？今回だけは、喜びの舞を踊りたい。以上になります。高評価ボタン、チャンネル登録お願いします。それでは。